閉店セール時のちまきやちまき屋として営業していた頃の山口店。閉店後ちまきやマークは撤去されたが、その後5つやマークの設置などは行われていない。ちまきやホールディングス株式会社は、山口県山口市中市長にある企業。かつて百貨店を営業し、日本百貨店協会会員であった。元は株式会社ちまき屋で、1855年に、 ヤギご福店として創業した老舗の独立系百貨店であった。商標である山の下に胸のマークは創業者の初代、やぎ創重郎にちなむと言われている。また野豪も、やぎ創重郎の、ヤギ衆を組み合わせると、千まきという漢字にできることに由来し、1864年に毛利港より、千まき屋の称号を与えられたものとされている。創業後は、 八木総十郎という名を創業家の当主が代々名乗り、二代目、八木総十郎は1907年に山口商工会議所の前身の山口実業、談話会を設立して初代会長となり、1929年に市政施行された初代山口市長も務めたほか、三代目、八木総十郎が山口商工会議所会頭を25年務めるなど、 代々山口の政財界の中心人物の一人として活躍した。1930年に山口県で初めて百貨店化して、千巻屋や木百貨店に称号を変更と呼ぶ者も,もいたし、1933年には当時の宇部電気鉄道による誘致を受けて、宇部市にも出店1961年には鉄筋コンクリート作り3階建ての新店舗を建設して、 品揃えを充実させるなど、山口を代表する百貨店として発展を続けた。また、1964年には、百貨店以外に、豊富市車塚に、現在の生活共同組合コープ山口と共同で、当時の豊富としては、近代的な店舗であった、ちまきやコープ、ショッピングセンターを開店させた。しかし、その5年後の1969年には、 ちまきやコープから撤退するとともに、宇部電気鉄道の国有化後に子会社となっていた、宇部ちまきを北九州市に本店を置く、伊豆つやとの共同出資による伊豆つやちまきとし、1972年に、伊豆つやの単独出資となり、宇部伊豆つやとするなど、山口本店に経営資源を集約した。1981年には、三越と提携して、 旧山口中央郵便局跡地の現在地へ移転して、中心市街地にある商店街の各店舗として営業し、ピーク時には売上高85億円に達したが、モータリゼーションの進展により、客足を脱まれた。そこで1998年11月20日には20億円以上を投資して、店舗面積を19,957。 平方メートルに拡張する大規模増床を行って、郊外型のショッピングセンターに対抗したが、景気の低迷に伴う、個人消費の伸び悩みの影響もあり、改装前の1997年1月期には、売上高79.02億円だったのが、2000年1月期には、売上高72.58億円、2005年1月期で、売上高約67億円と増加どころか、 減少が続き、業績は好転しなかった。そのため2004年に創業家の八木総重郎が自宅を含めた資材を提供するとともに社長を退任して、創業家が経営権を手放し、主力銀行の山口銀行が整理改修機構の企業再編ファンド機能を活用して63億円の金融支援を行って、同行元取締役の西村誠二を社長に就任させて、 再建に当たることとなった。その再建策の一環として2005年3月3日に4億円を投じて食品、雑貨を中心として強化する大規模な改装を行って黒字転換を目指したが2005年1月期の約67億円から2007年1月期で売上高が73億円へ回復させたものの2008年1月期で 売上高が70.46億円と伸び悩んだ。そして2007年9月に北九州市に本店を置く井津屋と業務提携して執行役員1人を含む幹部3人を受け入れて経営改善策を模索したものの地方百貨店が単独で経営しても商品を充実させることが困難として2007年11月14日に井津屋と共に記者会見し 2008年8月31日に、ちま屋としての百貨店の営業を終え、全従業員は一旦解雇し、全店舗を、伊豆津屋子会社で、かつてのちま屋子会社の宇部伊豆津屋が借りて山口、伊豆津屋として2008年10月開業すると、発表した。入り口で閉店までの日数をカウントダウンしながら、閉店セール、グランドフィナーレ153を行ったが、 山口伊豆津屋の開業に向けた改装工事が優先されて8月17日に地下の食品売り場を先行して閉鎖し2008年8月31日19時に地き屋としての百貨店の営業を終え153年に及ぶ歴史に終止符を打った2007年11月14日の記者会見で植え伊豆津屋が母体となり社名を山口伊豆津屋に変更本社を 山口市に移転して再出発することを発表。株式会社ちまきやは百貨店廃業にあたり店舗の土地、建物を管理する子会社としてちまきやホールディングス株式会社を設立し、うべいずつやとの契約を締結。百貨店廃業後、両社は合併したが、社名は子会社のものを採用したため、現在の社名はちまきやホールディングス株式会社となっている。 なお、山口井津屋本店の開業日は、最終的に2008年10月3日となった、ちまき屋に関するカテゴリー。ありがとうございます。